CSS リッチモンドは南北戦争中のアメリカ連合国海軍のリッチモンド旧正各層交換。リッチモンドはジョンポーターが設計し、バージニア州の住民が金銭とスクラップ鉄を寄付し、コスポート海軍交渉で建造された。リッチモンドは装甲艦バージニアのイメージをもとに設計されているためバージニアにが寄港されるまでの数ヶ月間。 しばしば南軍ではバージニア2世位バージニアナンバーにヤングバージニアと呼ばれ、北軍側の記録ではメリマックナンバーにニューメリマック、ヤングメリマックと呼ばれていた。1862年3月から建造が始まったが5月6日の夜には北軍がゴスポート海軍交渉とジェームズ川下流を奪回した。 これから逃れるために5月6日の昼に浸水し、南部の首都であるリッチモンドへと栄光された。このため、リッチモンドは、リッチモンドで偽装され、1862年7月には、ロバート・ペグラム中佐を艦長としてジェームズ・ガー艦隊に、加わった。合計22インチの厚さがあるイエローパインと、オーク材に加え4インチ厚の鉄板が、バージニアの放角部を防御していたが、 造船所の監督であるジョン・バローズによると水面下3.5ヒートまで鉄板で走行されていた。1863年から1864年の初頭までジェームズ川の戦線は静かであったが、1864年5月から重大な出来事が立て続けに起こった。フレンチフォレスト大佐が率いる心臓装甲艦3隻からなる艦隊は小さな戦闘をいくつも行った。 1864年中、リッチモンドは、ウィリアム・パーカー隊員を艦長として、4月13日には、ダッチ・ギャップ、9月29日から10月1日に、かけては、ハリソン・要塞、サイ、10月22日には、チャフィン・ブラフでの戦闘に参加した。1865年1月23日24日、リッチモンドは、トレント・リーチの閉塞物に座礁したバージニアにとともに、 激しい放火にさらされたが、北軍の砲弾はその角度のために砲角の装甲を滑り、損害はなかった。しかし CSS ドルーリーは弾薬庫が爆発して沈没、その際にリッチモンドの横にいた CSS スコーピオンは無装甲であったため大きな損害を受けた。南軍装甲艦の艦隊は、チャフィンブラフの自軍砲台の援護下に数週間撤退した。しかし、 リッチモンドは、南軍の首都からの撤退に先立ち、艦隊司令のラファエル・セムス少将の命令により、破壊された。ザ・コマンダーズ・オブ・ザ・ CSS ・リッチモンドは、ありがとうございます。